みんなおなじみ八高線との接続駅、小越駅からこんにちは。今日は東武小越線っていう短い支線に乗り込むよ。毎時4本は来る路線だけど、昼寝したいから早いとこ乗り込もう。一瞬改札に区切られた。使われている車両は8000型。東武の群馬、支線ローカルとしておなじみ、リニューアルを受けつつも、車齢60年近い個体もいるわけで、東武宇都宮線からはすでに身を引き、野田線からも引退の足音が聞こえてきたけど、この路線では超普通に現役バリバリ。車内はロングシート、リニューアルされたとはいえ、昭和末期のことだから、昔懐かしテイスト。お待たせいたしました。この電車は、高尾行きです。次は、九州原川、九州原川です。さあ、大バス発車。次は九州原川。誰ブリューから触っていった人。20年にわたって712両も製造された私鉄街103系とも呼ばれる8000型。その車両が余生を送る東武小越線をまったりゆったり解説してこう。小越線はその昔、小越鉄道という会社が運営していた。元から小越と坂戸を結ぶ予定だったこの路線は、手始めに坂戸から盛戸までの予定の半分の距離だけ、1932年に開業させた。この時は貨物輸送限定だったけど、東武から車両と従業員を借りてやっていた。というか、東武鉄道の本社の中に小越鉄道の本社があるっていう地方私鉄的な立ち位置だったけど、九州前からすでに東武に片足突っ込んでた。一方の国鉄もじわじわと八高線の敷設を進めていって、小越鉄道が部分開業した次の年、国鉄は八高線を八王子から小越まで開業させた。小越鉄道もそれに待ちじと、さらにその翌年の1934年坂戸から小越までを全通させた。小越鉄道の旅客輸送もこの時にスタート。これで八高線と小越鉄道が接続する1ターミナル駅になった。そんな小越鉄道が東武鉄道に吸収された戦中、とある飛行が小越線に舞い込んでくる。なんてったって国が小越線いらんって言い出した。というのも戦時中は資材確保が命、そこでいらん路線を運行するくらいだったら戦争資材に回そうと、いろいろな路線を切った。これが不要不急線ってやつ。政府がわがまま言って軍事的に役立たずの線路をひってがしたことすらあった。具体的には80線区以上が単線化されたり廃線になったり休止されたりで、それの煽りを食らった小越線が背負った運命は休止だった。赤番というか鉄番を食らった小越線、休止が決まったのは1944年から。車両とか社員とかは同じ東武の宇都宮線に回され、軍事飛行機工場の輸送を担った。でも小越線の再開は意外と早かった。休止後たった1年で業務をリスタート。そんで1950年には電化して電車がガタンゴトンと走るようになった。今や小越線は本線で使い倒された車両ばかり回ってくるけど、小越町民の足になっている。だって同じ小越を通る非電化の八高線と比べると本数4倍、利用数2から4倍だもん。実際都心に出るのだって八高線ルートよりも東武ルートの方がはるかに便利だもん。さて小越町を出て諸の地へ、列車は東諸に到着。JR の諸駅までは歩いて12分くらい、意外と近い。あと八高線より明らかに期間が短い。小越線が 10.8 キロで8駅となると、平均期間はだいたい 1.56 キロだから、支線の癖して京浜東北根岸線の平均期間よりも短い。雪降る新交通がある大宮から直線距離で30キロ近く離れた新口もなさそうな場所なのに、意外や意外。出諸なんだけど、その地名の由来は諸氏っていう豪族が住んでたから諸に諸と思いきや、案外そうでもないみたい。なんでって、藤原氏がこの地に移り住んで諸氏になった時にはすでにこの場所には諸って名前がついてて、藤原氏はあくまで土地の名前を取っただけだから、実際の説は不明瞭だけど、結局諸って字から来ているとか、村がなまって諸になったって説とか、諸々を示す高句麗語から来ているって説とか、字面に反して字自体はあんまり関係なさそうな由来っぽい。また紙の話してる。九州長瀬で列車の行き違い、単線だけどダッシュ時間帯は上下毎時計10本の列車をさばくことになるから、さっきの東諸駅もそうだけど、限られた行き違い可能駅をきっちり使ってる。さて次は川角、乗降客数が1日平均1万人を超えるややデカめの駅で、ホーム上になんか立ってるのが見えると思うけど、これはホームドアじゃない。いかにも関西にありそうなタイプのホームドアみたいだけど、これは放送であった通りセンサーで、ここでも安全確認をしている。黄色い点字ブロックの内側にあるセンサーが人を検知すると列車が発車できないようなシステム、ちょっとしたホームの見張り板みたいなもん。この路線は川角駅中心に学生多めだから、
ある意味放課後の生徒指導役とも取れる。小越線がワンマン運転だからそれの一環で導入されたっぽいかも。小越線のワンマン運転開始は2008年だけど、センサー指導は2010年。割と新技術が使われている路線なんだ。さっき新路地もなさそうな場所とか言ってすまんかった。そんな小越線は今は坂戸と小越の間をシャトルランする運用しかない状態だけど、その昔は東上線が池袋とかいう埼玉の植民地も都営文化の発信地からグイーンと直通することもあった。例えば昭和後期には特急黒山とか、そうした速達列車が運行されていて、平成に入ってからは小越間梅号という小越梅林梅祭りに合わせた臨時速達列車が運行されたことも。直近だと14年ぶりに2017年に運転されたけど、令和に入って復活運転するかは微妙かな。梅の花言葉忍耐になぞらえて、その時が来るのをじっと待とう。白骨化してものを待ち続けよう。列車は川角駅に接近。右手に埼玉平成高校が見える通り、何かと学生を中心に利用客が多い駅。実際この駅から相当乗ってきたから、ここからはしばらく BGM 付きでお送りするね。次は西大谷。ちなみに大谷駅は今は存在しない。だけど昔は大谷駅が実在したから、新駅の方が西大谷って命名されたらしい。駅間がほんの少し長めだからか、その廃駅付近は畑まみれだけど。そしてお次は一本松駅。さあ畑車窓をじっくり味わおう。福島の二本松とは特に全然関係ないけど、地名の由来はそれぞれ二本の霊松、超立派な一本の松って割と似通ってる。もし六本松とかあったら腐女子の聖地になりそうだなって思ったけど、普通に福岡市営地下鉄の駅にあったね。で今西大谷を出たけど、昔はここから車窓左側に向かって貨物線が伸びていたそう。それが西大谷貨物線って言って、割と名称はそのままなんだけど、日本セメント工場への専用貨物線として使われていたそう。今は太平洋セメント工場。東部に近い側の廃線の移行は今や全然残ってないけど、工場側の移行は明らかにやってた痕跡がある。あ、ところでこの工場に通じる線路は西大谷からだけじゃなく、駒川というおなじみ大回りの座席争奪駅として争いが起こる駅からも伸びていたんだけど、そっちの跡地はコッポ道っていう歩道に整備されて、東部のそれに比べたら超絶わかりやすい。なんなら踏切まで残ってるし、一本松駅でも行き違い。路線の乗り通し自体は15分ちょいで終わるけど、日中は運転間隔はきっちり15分だから2回行き違いが発生する。一応20分間隔とかにすれば確かに行き違いの回数は減るけど、全駅とも1日平均2500人以上が使っているから、さすがに頻度は減らせない。どのくらいかっていうと、栃木の東部の中堅駅の新鹿沼や下山市なら小越線が全駅買ってる。小越寄りの駅は山手線が逃げ出さずとも裸足になるぐらいの駅間してたけど、最終駅間はラスボスにふさわしく 2.8 キロノンストップ。ボス今坂戸って有料ライナー含む全種別止まるから、ボスっちゃボスかも。で坂戸駅では嬉しいことに急行とかの優等種別とうまく接続してくれる。坂戸駅自体は毎時8本来るから、そんな接続するって思うかもだけど、昼間は列車間隔がマックス15分開くことすらあるから、なんだかんだありがたい。ちなみに2分乗り換えをすることになるけど、この乗り継ぎに失敗すると2本に1本くらいは15分待たされるから、これ坂戸ダッシュって名付けたいね。ルート内に階段もあるし、重量がなだれ込むホームの上で良い乗車位置にありつけるかってところも含めて、でもホーム上は走らないようにしよう。一億総監視社会の中、こいつらもじっと見てるし、一番線に静かに入線。というわけで終点坂戸到着。結構短めの路線だったけど、よく使われていた。八高線からでも車両が見える小越線、苦境に立たされたことはあるけど、今では欠かせない路線。ぜひ坂戸を通るときや八高線を乗り通すときに思いを馳せてみてね。終わろう。